はい、今回は10月11日から開催となる富士通レディースについて語っていきたいと思います。2024年第31戦、今大会の開催場所は千葉県での開催となります。まずは富士通レディースの概要についてですが、開催日は10月11日から10月13日の3日間競技となっています。賞金総額は1億円、優勝賞金は1800万円となります。開催場所は千葉県の東急セブンハンドレッドクラブ、全長6697ヤードパー72のセッティングとなっています。今大会は米女子ツアーを主戦場としている古江彩佳選手、そして米女子ツアーの下部ツアーであるエプソンツアーを主戦場としている馬場咲希選手も出場予定となっています。富士通レディスは1983年から富士通クイーンズカップゴルフトーナメントとして開催されました。1985年から現在の富士通レディスに名称変更となっています。2010年にアン・ソンジュ選手が通算19アンダーで優勝となり、大会トーナメントレコードを出しています。開催場所となる東急セブンハンドレッドクラブは千葉県にあるゴルフ場です。1989年に開場しているゴルフ場で、今大会では西コースが使用されます。広く開放的なフェアウェイには微妙なアンジュレーションがあり、池やバンカーが絶妙な位置に配置され、美しい景観でありながらプレッシャーを感じるコースとなっています。各選手がどのようなコースマネジメントでプレーするのか注目ですね。ディフェンディングチャンピオンは桜井心那選手となります。通算12アンダーでの優勝でした。初日に15位発進から2日目に単独トップに浮上、最終日は大雨の影響で中止となり短縮競技に。2日目終了時点で単独トップだった桜井心那選手が優勝となりました。そして今シーズンスタッツとしては、平均飛距離が8位、フェアウェイキープ率が85位、パーオン率が46位、リカバリー率が16位、パーオン時の平均パット数が45位となっています。ドライバーの飛距離が魅力で、またグリーン周りのアプローチも上手い選手です。前の週のスタンレーレディスでは残念ながら予選落ちという結果でした。昨年は初優勝から4勝を挙げる大活躍を見せていたのですが、今季は予選落ちも多く、なかなか上位でのプレーができていないようですね。桜井心那選手はダイヤモンド世代、今季は同世代の武田理央選手の7勝や川崎遥選手の3勝、そして前の週に初優勝した佐藤美優選手など刺激は多く受けていると思うので、負けじと桜井心那選手も今季に優勝を掴んでほしいですね。今大会連覇となるかどうか注目です。続いて個人的に気になる注目選手について語っていきたいと思います。今大会のディフェンディングチャンピオンの桜井心那選手がダイヤモンド世代、さらに前の週に初優勝した佐藤美優選手もダイヤモンド世代ということで、再びダイヤモンド世代をピックアップしていきます。まずは佐藤美優選手、スタッツとしては平均飛距離が27位、フェアウェイキープ率が43位、パーオン率が40位、リカバリー率が86位、パーオン時の平均パット数が67位となっています。ドライバーの飛距離とアイアンショットが得意な選手でしょうか。前の週のスタンレーレディスでは見事初優勝をつかみました。プロ1年目の時にはダイヤモンド世代の中で先立ってレギュラーツアーで活躍をしていたのですが、次々に同世代の選手が優勝をつかんでいき、苦しい時期もあったようですが、シンプルな思考という意識をテーマに今大会でついに念願の初優勝となりました。元砲丸投げの選手で飛距離を出せ、もともとアイアンショットやパットも上手い選手です。その本来の実力が発揮できたという感じでしょうか。最終日は前半にボギーが先行し苦戦をしていたので優勝は厳しいかなと思っていましたが、後半に怒涛の4連続バーディーというまさに神プレーで一気にトップに躍り出ての優勝ですからね。粘り強さ、そして勝負強さがある選手です。初優勝をきっかけにこれからも勝利数を重ねていく選手だと思うので今後が楽しみです。そして今季は2週連続優勝を達成している選手も多いので、佐藤美優選手の2週連続優勝にも期待がかかりますね。そして武田理央選手、スタッツとしては平均飛距離が3位、フェアウェイキープ率が74位、パーオン率が1位、リカバリー率が6位、パーオン時の平均パット数が3位となっています。ドライバー、アイアン、アプローチ、パットと高レベルの技術を持ち合わせている選手ですね。
前の週のスタンレーレディスでは4位という成績でした。2週連続優勝がかかっていて、それは残念ながら逃してしまいましたが、それでもさすがという感じで上位に姿を見せてきました。最終日には8番ホールでダブルボギーもありながら7バーディーという怒涛のバーディーラッシュで追い上げてきましたね。これで3試合連続でトップ10入りとなっています。今大会での活躍も楽しみなところですね。そして今季は初優勝から7勝、国内メジャーも2勝を挙げ、いよいよ今年に Q シリーズへ参戦し米女子ツアーに挑戦をしていきます。予選会の活躍も今から楽しみです。そして川崎遥選手、スタッツとしては平均飛距離が34位、フェアウェイキープ率が27位、パンオン率が15位、リカバリー率が32位、パンオン時の平均パット数が36位となっています。全体的にバランスが良く、アイアンショットが上手い選手です。前の週のスタンレーレディスでは33位という成績でした。今季は予選落ちも多く、調子の波が大きい印象がありますが、それでも今季3勝を挙げるなど素晴らしいプレーも見せていますね。前の週は上位の成績とはなりませんでしたが、国内メジャーである日本女子オープンでも4位と好調のゴルフを見せているので、再び上位での活躍を見せてほしいですね。そして尾関彩美悠選手、スタッツとしては平均距離が50位、フェアウェイキープ率が8位、パンオン率が57位、リカバリー率が2位、パンオン時の平均パット数が8位となっています。ドライバーの精度が高く、グリーン周りのアプローチ、パットとショートゲームが上手い選手です。前の週のスタンレーレディスでは2位という成績でした。今季はアイアンショットが復調し、それに引っ張られる感じでパットも良くなっていき、予選落ちも少なく安定したゴルフを見せています。今季も何度か優勝争いのプレーを見せており、前の週も優勝まであとわずかというプレーを見せてくれました。個人的には今季どこかで優勝を掴んでくる選手だと思っているので、今大会を含め再び優勝争いのプレーを見せてほしいですね。そして神谷そら選手、今大会は欠場となっているのですが、ダイヤモンド世代ということで簡単に紹介させていただきます。スタッツとしては平均距離が4位、フェアウェイキープ率が89位、パンオン率が52位、リカバリー率が47位、パンオン時の平均パット数が9位となっています。ドライバーの飛距離があり、またパットが上手い選手です。前の週のスタンレーレディスでは40位という成績でした。今季は予選落ちが少なく安定したプレーを見せていたのですが、ここ最近の試合では予選落ちが目立ってきている感じなのが少し心配なところです。そして今大会を欠場しているのは米女子ツアーの2次予選会に参戦するためです。2次予選をしっかりと通過し、最終予選会に進んでほしいですね。はい、今回は富士通レディースについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。